海と日本。大阪から北へ向かいながら物の売り買いをしていた北前船、その寄港地だった石狩市が2018年に日本遺産に認定されました。これを学び広めようと石狩小学校 5,6 年生に向けたワークショップが開催されました。石狩川の北前船は何を買いに来たのかな。石狩川に今たくさん来てるでしょ。はい、そうなんです。石狩小学校があるエリアは石狩川と日本海の間にあります。この川に昔鮭が大量に遡上し北前船に売っていました。北海道は主にニシンを出荷していましたが、このエリアは鮭が中心という珍しい場所だったそうです。子どもたちは昔北前船の船着き場があった辺りを見学に石狩川へ。この辺りが船着き場、さらに北に行くと上がっていくと浅くなっちゃうんで、この辺にね船が入っていたっていうね、そういう北前船の重要なね港だったっていうことがね、これで分かると思います。北前船の船乗りたちが食事を楽しんでいた割烹近来亭へ。ここは石狩鍋発祥の店と言われています。明治17年頃に石狩で鮭が一番取れていたそうですが、残念ながらだんだんちょっと、減ってきて、まあいろいろ気候の変動とかいろんな原因が言われてるんですけれども。この後はランチタイム。近来亭の看板料理石狩鍋、そしていくら丼。昔の人ってこんなうまい料理できるなんてすげえなと思いました。最後に自分たちが生まれ育った石狩の歴史と鮭が減ってきていることを新聞にしました。船で運んでったとか想像したことなかったから勉強になりました。大人になった地域とかのボランティア、それとかに参加してなんか海とかをきれいにしたり。子どもたちは石狩の歴史を支えてきた鮭と北前船について学びました。今度は子どもたちが周りに伝えていってほしいですね。海と日本。